というわけで T57 蒸気機関車が車用基地に入っていきます。また来年会えることを楽しみにしています。ということでクリスマストレインの方も随分と予定を進めているようでして、あまりもたもたしていると乗り過ごしてしまいそうなのでまた戻ります。田舎のものが使い。今日のお弁当 SL 番越物語早速開けてみましょう。いつだと最後の一個でした。最後の一個と言われて星に弱い獣たちです。これを外すとこうなります。会津の山の幸、海の幸全部入ってる。こんな感じです。どうでしょう。さっきのもう一個ね、風味爽快、もう一本、これと一緒にいただきます。じゃあ、いただいていきます。ふぐらと鮭が入ってます。ふぐらと鮭、これはお待たせいたしました。SL クリスマストレインについて、今まもなく発車になります。乗り物の先端はご了解いただきますようお願いすごい美食です。感謝をしました。そろそろ志望者の補助展望車両の時間が来ているようにこちらへ移送したいと思います。
ばんえつ物語の全ての運行予定が終了したことになります。いや
やー、でも途中何もなく本当に綺麗な素晴らしい景色を見ることができて本当に満足しています。というわけで岐阜駅に到着しました。というわけで新津駅到着いたしました。今年最後の SL 番越物語のクリスマストレインと題した旅が終わり、これから車両の方はおそらく車両近地の方へ戻っていくものと思われます。というわけで T57 機関車が車両基地に帰っていきます。また来年会えることを楽しみにしています。というわけで新津駅に到着しました。ご覧の通り辺りすっかり真っ暗です。なんですけれども SL 磐越物語の蒸気機関車 C57 を無事に見送ることもできまして、僕にとっても非常に満足のいく旅になったと思っています。さて今回の旅動画はどうでしたか？ぜひコメント高評価そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。